にちは、せいかです。今日の動画は What's in my back? ずっとやってみたかったやつ。まあこのご時世ですし、何があるかわからないということで、結構ね、いろんなものを常備しておこうと思って、今回ね、すごい荷物多かったです。で、このリュックサックと、あとこのポーチ、ポシェットか、これいつも普段使ってるやつなんですけど、このお気に入りのポシェットを持って日本まではるばるやってきました。私はあの人生の半分を海外で過ごしていて、長い飛行機の道のりっていうのはね、まあ、生活の一部みたいなところがあるので、今は海外旅行される方って本当に少ないとは思うんですけど、今後またコロナが落ち着いて旅行できるようになった時なんかの参考にもしなることがあればいいなと思います。はい、じゃあまずはこっちのちっちゃいポシェットの方からいきますね。このポシェットは普段から使っていて、サイズがすごいちょうどいいし、割と容量入るんで、すっごいお気に入りなんです。まず一番手前は iPods、 鍵、チルピルのアロマオイル、すっごい疲れてたんで、仮眠する時とかにこうやって匂いを噛んでリラックスリラックス、もうすぐ着くよもうすぐ着くよと思いながら。で、この真ん中はあの一番クリーンなゾーン、ハンカチ、ウェットティッシュですね、ティッシュです。ここはね、あの綺麗な手でしか触らないゾーンって決めてて、結構ね、几帳面なんで。最後の3つ目のところは、パスポート、お財布、抗菌スプレー、鼻スプレー、あとリップバーム、ペン、ペンは必ずね、旅行中は持ち歩くべきアイテムで、最後にのど飴です。ポシェットの中はこれだけです。パンパン。じゃあ次は大きいパンパカパンバッグいきます。テルマス、テルマスは、本当はね、もうちょっと小さいサイズあればいいなと思うんですけど、私とにかくあの冷房に弱いから、体冷やしたくなくって、で、温かいものを旅中はね、常に飲むようにしているんですけど、ゲートインの時って液体物はあの制限があるじゃないですか。だから、あのまず空っぽの状態で持ってきます。ゲートインしてからカフェかどこかに入って、温かいお茶を頼んで、ここにね、入れておくんですよ。その飛行機にもよるんですけど、ドリンクまでね、時間がかかったりとかする飛行機も結構あるので、で、機内でもらうコーヒーとか紅茶ももらえるんであれば、最初からコップ2杯分ぐらいもらっておいて、で、この中に入れちゃう。そうしておくと、後で頼んだりとかせずに、しかも温かいのね、保ったまんま、本当に飲みたい時に、あの、一口二口飲んでとかってできるんで、すごくね、便利ですよ。おすすめです。そして外ポケットの中は、マスク、靴下。機内に入ったら、まず靴を脱いで、靴下も脱いで、で、このルーム用ソックスを履くようにしてます。ゴムの部分がきつくないから、圧迫されないからね、普通の靴下よりおすすめです。じゃあ、この中身とね、一番場所取ってるのは、おいしょ、古い、重たい、大きいノートパソコンなんですよね。リュックサックにこうやって縦に入ってたんですけど、 X 線で荷物検査の時にノートパソコンで必ず出さなくちゃいけないので、上の部分のチャックをこうやって開けておくんですよね。こういう風に、そうするとリュック開けてパッと取れるので楽ちんです。次はこれですね、ファイルに入った書類類、おやつ持ってました。これドライフルーツとナッツです。こっちはね、ビーツです。これスカーフ、これは機内で首、肩周りをね、こうやって守るために必ず持ってるスカーフです。これでもね、喉やられちゃうんで、もう冷房に本当に弱いんですよね。次はこれ、トローラーです。待ち時間とか機内でもこれ足裏ね、靴脱いでコロコロするとね、かなり気持ちよくなります。ちょっと見せるの恥ずかしいんですけど、これかなりね、年季入ってるんですけど、あのこれ一つで使うものじゃないので、ちょっと後で説明します。そしてこちら、この巾着の中にはね、小物がたくさん入ってるんですけど、機内に入った時にこの巾着を出して足元に
置く用の巾着です。なので他の今これまでにご紹介したものはリュックサックに入ったまんま上の荷物入れに入れちゃう感じになります。はい、またスカーフ、これは膝掛け用です。さっきのね靴下もそうなんですけど、ブランケットをねくれない機体とかもあるので、そういう時のために必ず大判のスカーフは入れるようにしてます。とアイマスク、そしてポーチ、このポーチは機内でもそうだし、トランジットの間お手洗いに行った時にすぐに洗面台にポンと出せる用のポーチです。まずはとりあえずサビオ、絆創膏か、絆創膏、コンシーラー一応入れといたんですけどいらなかった。もうもろすっぴんでカッサカサでぐっちゃぐちゃでムクムクで帰ってきました。一人化粧水、一人化粧水用のコットンですね。はい、じゃあ次はこちら、これはデリケートゾーン用のウェットティッシュになります。そしてこの巾着の中にもう一つね大きいジップロックが入ってるんですけど、マウスウォッシュ、グリスターっていうやつで、アムウェイっていう会社のものになるんですけど、すごくね抗菌作用が強くって、うがいにも使えるんですよね。喉がイガイガしてきたなとか、疲れてきたなとかっていう時に結構ねミントが強いんですけど、もうスーッとね喉がね落ち着くんですよ。そして次はこれ、お塩なんです。このさっきの年季の入ったペットボトルとね一緒に合わせて使うんですけど、何をするかっていうと、これでね鼻うがいをしてるんですよ。コロナが始まってから私日常的に鼻うがいをするようにしてるんですけど、このペットボトルは赤ちゃん用のお水が入ってたペットボトルなんですよね。もちろん鼻うがい用のボトルとかも売ってるし試したことあるんですけど、私はねあえてこれ使ってます。すごくねやりやすいんですよ。だからこれをね今回ねわざわざリュックに入れて持ってきました。お手洗いで塩水を作って、で人に見られるとねちょっと恥ずかしいんで、おトイレに入って便器にねこうやってお水が流れるようにして鼻うがいしてました。でこれは充電用コードですね。これはアレルギー用で、これは痛み止めのホメオパシー薬品の薬になります。これはねビタミン C のタブレット、普通にボリボリと食べるやつ、ビタミン B と D、 カルシウムマグネシウムですね。これは歯磨き粉なんですよ。タブレットタイプの歯磨き粉で、お姉ちゃんがさっきのお塩と一緒に送ってくれたやつです。で予備のティッシュ、あとキャンディーとミントのタブレットもこうやって持ってきました。私着陸の時に結構耳が痛くなっちゃうんですよね。なので必ずアミちゃん舐めてます。そして最後になりました、日本のオンシップです。オンシップは必ずね家出る時に貼ってくるんですけど、先が長いので予備用に持ってきてます。これはね、体が冷えないように腰に必ず貼るようにしてます。カイロでもね、もちろんいいんですけど、私カイロ手持ちがなかったっていうのと、あとカイロよりも湿布の方がねかさばらないし軽いです。だから、冷え性の方はたとえフライトがねそんなに長くなくても、あるのとないのとじゃ絶対に体調変わってくるんでおすすめです。はい、私の What's in my bag、最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました、もし何かね参考になっていればすごく嬉しいなと思います。動画良かったよと思ってくれる方、ぜひいいねボタン押してってください。では今日はこの辺で、ではまたー。